M&A ファーストの田辺です。今日は M&A セカンドオピニオンについて解説をしていきたいと思います。はい。で、セカンドオピニオンっていうことでですね、まあよく医療の世界ね、お医者さんの世界でですね、よく言われることかなと思います。で、ちょっとまずそもそもセカンドオピニオンという言葉をですね、解説していきたいなと思うんですけども、まず専門家にですね、第一の意見を聞きますよと。で、それに対してちょっと納得がいっていないなというですね、まあ、ユーザーさん、まあ、医療の世界で言うと患者さんがいますよと、ね、その最初の、意見を出してくれた専門家というのは、そもそも正しいことを言ってくれているのか、ね、なんか病気を診断されたのであれば本当のその病気なのか、もっと違うのではないかみたいな、ね、もしくは、この病気は、まあ、特定されたとして、この病気を治すためのアプローチというのがどうも気に食わないと。なんか薬だけで治そうとしてるけども、なんかもっと外科的な手術が必要なんじゃないかっていうところですね。だから別の方法はなんかないのかということですね。もしくは、説明の仕方がすごく上から目線で気に入らないと。なんか人間的に嫌とかですね、そういうところですね、ちょっと不信につながるその事実情報以外の部分で、なんかあの先生の言うことっていうのがちょっと本当に信頼できるのかなと、もうちょっと別のまともな人から話を聞きたいみたいなことはですね、まあ、当然に起こってくるわけですよね。そういうことがありますので、まあ別の病院の別の先生にちょっとお願いをして、ね、一番最初の意見こうだったのですけども、まあ、セカンドオピニオン、まあ、第二の意見としてお話を聞いていただけますかということがですね、まあ、セカンドオピニオンというものになります。で、セカンドオピニオンを出してもらうためにはどんなことが必要かというと、一番最初の専門家とやっぱ同じ条件で話をしてもらわないとおかしなことになりますよね。ですので、意見してもらうためには同じ情報を提供しないといけない。ね、もしあれ、例えば検査結果とかもですね、やっぱ一番最初の、やった専門家の情報というのをやっぱ開示していただかないと、なかなかね、もう一回な検査を全部やり直さなきゃいけないかということですね、まあ、結構大変ですよね。ですので、セカンドオピニオンの位置づけというのは、あくまでも一番最初の専門家と、まあ、比べる形での第二の意見を話しましょうというのがですね、まあ、セカンドオピニオンの位置づけだと思っていただければいいんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、今、お医者さんの世界の話ですね、しましたけども、これがですね、M&A のケースっていうことでもですね、このセカンドオピニオンっていうニーズが、まあ、結構ありますよっていうことですね、まあ、その背景ですね、どんな背景で M&A のセカンドオピニオンっていうものがですね、生まれてくるのかっていうことについてですね、まあ、解説の方をしていきたいと思います。で、M&A っていうのは、まあ、結構特殊な、まあ、商取引なんじゃないかなと思うんですけども、まず1点目、まあ、M&A のね、専門家としては、大きく2つに分かりますけども、仲介とアドバイザーという形に分かれます。で、まず1件目、仲介の場合なんですけれども、これは売り手さんと買い手さんの、まあ、間に入って M&A を進行してくれる役割をしてくれますよとなると、当然、売り手と買い手では利益が相反します。ね、売り手さんはできれば高く売りたい。まあ、買い手さんはできれば安く買いたい。このニーズがですね、お互い違うわけですよね。ですので、仲介の方としましては、まあ、できる限り客観的、中立的な立場においてですね、売り手さんと買い手さんの納得のいくようなポイントということをですね、まあ、提示していかないといけないわけなんですけども、おそらくどっちかに偏ってしまうんだと思います。で、これは売り手と買い手さんとのパワーバランスもあるでしょうし、まあ、自分たちのフィーがどうやったら取りやすいかっていうところにもつながってきますけども、ですので、必ずこれは利益相反になりがちですので、どっちかに肩入れしてるんじゃないの。売り手さんから見ると、ちょっとね、この仲介やってる人っていうのは、ちょっと買い手の意見にちょっとこう左右されすぎじゃないとか、ね、買い手さん有利に進んでませんかっていうことですね。買い手さんからすると、これちょっと売り手さん有利に進んでませんか。両方あるわけですよ。ですので、その場合に、ちょっとこの仲介の方以外のセカンドオピニオン、本当にこのまま進めてしまってもいいのかっていうようなですね、まあ、ニーズが生まれるというのはですね、まあ、当然のことかなということでございます。
はい、で続いて M&A のアドバイザーさんなんですけども、こちらは仲介と違いまして、まあ、どちらかというと売り手さんのアドバイザー、買い手さんのアドバイザーということですね、まあ、双方に専門家がついているようなイメージになります。ってことは売り手のアドバイザーは売り手側の利益のために働きます。で買い手側のアドバイザーは買い手さんの利益になるように働きます。ですのでこの場合は、ね、セカンドオピニオン的なニーズがないんじゃないかって思いがちなんですけども、意外や意外ここにもですねセカンドオピニオンニーズがあるんですよって話です。でどういうことかというとですね、企業が依頼主としましては最適な条件で、まあ、売りたい買いたい、まあ、これ売り手さん買い手さん両方ともあると思いますので売買したいということですね、まあ、できればその時に、まあ、できる限りリスクは下げたいと、ね、売り手さんも、ね、なんかリスク下げたい、ね、下げたい、買い手さんもリスクなるべく、ね、安心して取引をしたいということはですね当然あります。ですので、まあ、場合によってはこの買い手さんに売りたくないとか、この売り手さんの案件は買いたくないということですね。必ずしもうまくいくわけではないと、ね、いうことがですね、依頼主側の思いとしてはあると思います、ね。無理して売らなくてもいいし、無理して買わなくてもいいんですよ。ね、これ一般的な商取引ですので、まあ、当たり前のことになります。なのですが、アドバイザー目線でいくとどんなことが起こるかというとですね、できれば、ね、この案件を決めてほしい、制約してほしい、まあ、売り手側のアドバイザーなのであれば、ね、まあ、できれば早いことも買い手さん見つかったので、制約してほしい。なので、まあ、逆のことを言うと、まあ、できる限り破談はさせたくないなと、ね。こんだけいい買い手さんなんだから、この買い手さんに決まった方がいいんだろうなって思うわけですね。で買い手側のアドバイザーとしても、ね、この買い手さんにこの売り案件をぜひ買ってほしいと、制約してほしいと。ね、できれば、まあ、ちょっとリスクぐらい飲んで買ってほしいなと思うわけですよね。でなぜこういうふうに思うかというと、ね、M&A の、まあ、専業でやったらアドバイザーさん特にそうなんですけれども、制約すれば報酬が100出ますよと。でも、これ破談した瞬間に0になりますよと、ね。もちろん着手金とか中間金取るケースもありますので、まあ、必ずしも0っていうわけではないと思うんですけども、やっぱり一番大きいのは制約時の成功報酬になってきますので、この制約すれば100、ね、破談すれば0。というですね、この、まあ、天国と地獄みたいな状況になまってるわけですね。ということは買い手売り手それぞれのアドバイザーというふうに片側についているはずなのに、実は依頼主と利益が相反するケースというのがあります。それは何かというと制約か破談かどっちに進むのかということに関してはこう利益が相反するんですよね。でここがちょっと難しいところかなと思います。はい、なので片側についているアドバイザーに頼んでいるケースでもちょっと待てよと、ね、この売り手さんのアドバイザーさんっていうのはですね、もうイケイケでこの回転決めようとするんだけども、本当にこれでいいのか、ね、別の方法別の考えはないのかということで、当然セカンドオピニオン的なニーズが生まれます。で買い手さんとしても、ね、アドバイザーの方がこれ買いましょうとですね、無理やりにでもこう進行を進めていくんだけども、ちょっと待ってよと、ね、本当にリスクはないのかというところで、ちょっとですね、こう本当にこのアドバイザーの意見が正しいのか、ね、他にないのかと、ね、やめるっていう手はないのかっていうことですね、思うわけですよね。ですので、まあ、そうなってくると何が起こるかというと、このアドバイザー以外の、ね、今自分が頼んだアドバイザー以外の意見を一度聞いてみたいということはですね、まあ、自然な流れになるんじゃないでしょうかということでございます。はい、ですので、ちょっと、まとめ的に入っていきたいと思うんですけども、この M&A の世界でですね、やっぱセカンドオピニオンのニーズってですね、やっぱあります。まあ、これは僕が、間に入っているケースなんかでも、お客さんの方から、ちょっと他になんかないのっていうことをですね、やっぱ言われることもあります。ね、まあ、精一杯頑張ってやって、なんですかね、まあ、別に無理やりね、制約させようとしているわけじゃないケースにおいてもですね、やっぱり出てきます。ね、なので、まあ、そういうのはどんどん他の専門家、まあ、会計士さんとかいろんな、ね、専門家に意見聞いていいですよという形 です、ね、まあ、セカンドオピニオンの、まあ、チャンスをちゃんと依頼主に与えてあげるというのは、まあ、結構大事なポイントかなと思います、ね、でそれはちゃんと自分が真っ当な意見を言ってるからこそ、ね、ちゃんと真っ当なセカンドオピニオン、まあ、これ真っ当じゃない、ね、セカンドオピニオンいると困るんですけども、真っ当な、考え方で進めているという自信があるので、まあ、どうぞどうぞ、ね、他の専門家に確認してきてくださいよと、ね、
おそらく私と同じような結論になりますよっていう形になるんじゃないかなと思いますけども、ね、まあ、一般的にはそうではない動きをされる方もいらっしゃいますので、まあ、当然聞いていただくのはいいんじゃないかなと思います。はい、で、ただユーザーさん、ね、これ依頼主の方っていうのはセカンドオピニオンの専門家ってどこにいるのと、ね、別の仲介会社に持ってったとしてもなかなかそれはなかなかね、OK もらえないんじゃないかとかいろいろ苦労されるケースがやっぱあると思うんですね。まあ、そういう意味ではですね、やっぱあのアドバイザー、ね、そのセカンドオピニオンをやっている、サービスとしてやっているっていうところは、ね、そのユーザーさん、依頼主に、やっぱりね、私はセカンドオピニオンをやってますよっていうことをですね、まあ、しっかりと認知されることもまあ大事なのかなというふうに思います。はい、まあ、当社、一般社団法人日本マンデーファースト推進機構の方でですね、このセカンドオピニオンのサービスの方を提供させていただいてますし、まあ、結構相談もいただきます。でどんな案件が多いかというと、やはり M&A の案件が具体的に進んできたんだけども、ちょっと自分たち初めての売り買いなので、ちょっと自信がないと、ね、ちょっと知識をつけたい、ね、あの確認をしたい、本当にこの進め方なの、もっとこんなことをやらないのいいのというですね、いろんな疑問が湧いてくるんだけれども、ね、自分たちの依頼している専門家に頼むと、ね、まあ、なんかそんな当たり前ですよの一言で済まされてしまうみたいな。ね、本当にそうなのっていうところで、まあ、その辺の背景も含めて、まあ、丁寧に説明できる人っていうのはですね、やっぱ時代からもですね、求められていることかなと思いますし、まあ、特にこう M&A が広がるにつれてですね、まあ、初心者の買い手さん、売り手さんっていうところですね、まあ、非常に増えていくわけですね。そうなった時には当然ですね、そこのアドバイスができる人っていうのはですね、まあ、貴重な人材なんじゃないかなと思うふうに思いますので、まあ、そういうサービスっていうのはもっともっと広がっていってもいいんじゃないかなと思います。いいんですけども、やっぱり M&A のセカンドオピニオンっていうことをやるからには、それ相応の知識であるとか、経験であるとか、ね、もしくはその人の立ち位置の背景をしっかりと分かって、依頼主の求められているニーズ、ちゃんと分からないといけないですし、その仲介とかアドバイザーがなぜそんなことを言ってるのかっていう、その各プレイヤーの背景とか、ね、事情とかっていうのも、まあ、総合的に判断して結論をね、出していかないといけないという、まあ、結構難しい仕事になっていきますよね。ですので、それ相応の知識、経験というのは求められるというところもありますし、あとはそのね、クライアントさん、依頼主の、ね、本当に困ってるから相談来られてますので、まあ、その人たちをちゃんと癒してあげれるような説明の仕方であるとかですね、まあ、正しい方向に導けるだけの力、スキルというのは当然に必要になってきますので、まあ、そんな簡単にできる仕事ではないのかなというふうに思います。はい、ということでですね、今日はちょっと M&A のセカンドオピニオンについてのですね、まあ、背景であるとか、ね、まあニーズの存在ということについてですね、お話をさせていただきました。ぜひご参考いただければと思います。